内申点が高くても当日点が取れるとは思いませんがその時点で点差があるので公立高校を諦める子もいます我が子も当日勝負ですが花粉症もひどく不安しかありません私立高校の過去問80%取れました定期実話や高得点取っても順位が一番でも内申点は評価されません副教科は努力していますが先生の試験なので制度の受験は不利だなと思います毎回同じことを言ってますがまあ不利だなっていうのはもうみんな一緒 だと思ってますねだから、そこでどう戦うのかっていうのが大事だと思います。結局、受験なんていうのは頭のいい子が受かるわけではないと思ってるんで、僕は。戦略、戦い方をちゃんと知ってる人が受かるもんだと思ってます。だから、頭のいい子じゃなくて、どんだけ対策を取ったか、どういった戦略を取ってるのか、それが合否にものすごく関係するかなと思います。もちろん、内心がない。で不利だ。 不利だだけども内点点がないんだった当日で巻き返す、そういったものを一点集中にすることもできるしあとはどの強化をどう伸ばすのかっていうのはそのことによって対策としてはねやっぱ違ってくるかなと思いますね。